こんにちは、柴田です。今回はフェンダー USA のアメリカンヴィンテージシリーズテレキャスターをご紹介させていただきます。アメリカンヴィンテージシリーズは現在はもう製造されていないんですけれども、1982年から2017年までですね、製造されていた人気のシリーズです。でこのテレキャスターは62年をモデルにしているカスタムテレキャスターになります。特徴はですね、このバインディングですね、非常にかっこいい、このレトロ感あるバインディング、バインディングあるテレキャスターってめっちゃかっこいいですよね。これを見るとどうしても布袋さんのバンビーナはですね、こう頭に浮かんでくるわけなんですけれども、そのバンビーナの音作りもですね、ズームの MS50G を作ってやっていきたいと思います。こちらのテレキャスターですね、音を鳴らした感じだとやはりですね、通常のフェンダーのテレキャスターや僕が普段使っている1980年代のフェルナンデスのテレキャスター、それと比べてもですね、やはり結構音が違います。もう何が一番違うかと感じたのは音のスピード感ですね。出音の立ち上がりが非常に速いです。これはですね、生音でもすぐ分かりました。それぐらいね、音の立ち上がりは違います。音の特徴としてはですね、結構やっぱりテレキャスターで尖っててほしいじゃないですか。その音の密度が濃くてスピードが速くて尖っているというような感じのイメージですね。芯がしっかりしている音です。現代のフェンダーのテレキャスターはギャンという感じの音で尖ってはいるんですけれども、結構ね、裾野は広い感じなんですよ。言い方が悪いとちょっと散らかってる中でジャキッとしている感じなんですけれども、このカスタムテレキャスターに関してはですね、音の密度があって芯があって尖っているという風な感じのイメージです。ボディはアルダーでネックはメイプルと、同じ素材を使っていてもなぜかね、この音の立ち上がりが良くなると。千葉管楽器さんのデジマートの概要欄を見ていると、このギターはですね、スラブローズという指板のようで、もしかしたらそれがですね、立ち上がりの良さにつながっているのかもしれないです。ではでは、音を鳴らしながら布袋さんのバンビーナの音作りをやっていきたいと思います。はい、では音作りやっていきたいと思います。今はですね、何もつながっておりません。今回ね、アンプ選びからやっていきたいと思うんですけれども、アンプ選びとね、あのブースト、まあ、オーバードライブかブースターか、これはね、同時に選んでいきたいなというところで、まずね、ベタなところ置いていきましょうか。一番最初にオーバードライブ、まあ、OD-1 にしておきましょう。その隣にアンプでね、やっぱね、アンプはコンボ系でいきたいですよね。スタック系ではなくてコンボ系でいきたいと思います。なのでこのあたりですかね。ただね、アンプだけだと結構寂しい音になってしまうので、このあたりいいですね。ここもいいですね。このね、ジャリジャリ感はね、必要です。うん、ちょっとライン臭さが。やっぱね、スタック系、このあたりでいきたいなというふうな感じですね。今、リアで弾いてるんですが、ちょっとセンターにしてみましょうか。まあ、太みがあっていいんですけれども、やっぱジャリジャリ感が欲しいですね。今リアです。うん、どうかな。このここでいきましょうか。このあたりがいいかなと。今ね、ゲイン、もうちょっとゲインを下げて、そして
ブーストかけていきましょうか。一旦フラットにしておきましょう。プレゼンスはね、ちょっと下げます。30ぐらいまで、35ぐらいにしておきましょうか。で、OD1、 あ、いいですね、いい感じです。ちょっとね、ノイズが出始めたんで、前にノイズリダクションを置きましょう。これで一気に止まります。あ、もういい感じですね。意外と早く着地できそうな感じがします。ちょっと熱いですね。熱いので、ちょっとチューブ感出してみましょうか。このラインっぽさは何だろう。何から、ちょっとね、ジャキット感を加えていきましょうか。トレブルを上げます。あ、いいんじゃないですかね。うん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 。でもね、ちょっとラインっぽさが残ってるんですよね。なんだろう。もうちょっと下げてみますか、ゲインを。うん、いい感じですね。これにね、リバーブが入っていくと、ちょっとチューブを押さえてみましょう。あ、こっちの方がいいな。切りよくいきましょうか。うん、いい感じだと思います。これにね、リバーブを足していきたいんですけれども、まあ、ギターソロ用ですね。ここのあたりですね。なのでラインセレクターを置いて、この後ろにリバーブかけましょうか。リバーブはホールでいきましょうか。うん、いい感じですね。もうちょっと癖があっても、お、これぐらい癖があってもいいかもしれないですね。ちょっと他のも試してみましょう。うん、スプリングでいきましょうかね。うん、いい感じですね。うん、というふうな感じでいかがでしょうか。中身見ていきましょう。このラインセレクターでリバーブのオンオフができます。まあ、ギターソロなんでね、この後にディレイなんか足してもね、いいかなというふうに思います。では設定見ていきましょう。ノイズリダクションを頭に置いて、 OD1 ゲイン25、そしてその隣がUS ブルース、ゲイン40、チューブ40。まあレベルはね、お好みでというところで、トレブル60、ミッド50のベース50と。で、プレゼンス35で、アウトはライン。で、ラインセレクターで、
スプリング、お好みでディレイなんかかけてもいいと思います。ぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。